何時だ今？5時40分。5時40くらい。今日は早出です。健三はな、90キロ。92キロです。92キロ、東電小屋。渡辺さんは何キロですか？聞かなくたって。聞かなくたって。だって昨日もね、確信犯でしたもんね。72です。お、72。70キロ台の時は堂々と言います。これは70キロくらい。本当は68だった。そういう人物家の渡辺さんもついに。ついに。まさとが今日一緒ぐらいだったから。70キロ台です。でも俺は一応70キロはあるかなってくらいですけど。あんだっけ？でも多分70くらいだと思うよ。多分70キロらしいですよ、渡辺さんは。ちょうど多分うまく分かった。多分70キロ。おはようございます。五十嵐さんは普通です。何この三連ちゃん、俺たち。来るな。え、俺は動画を撮りながら行きますよ。バトルしますよ。こっからバトルする。いや、俺も重たい。暑がりです。渡辺さんは本当に暑いのが苦手。出たくないよ、俺、本当に。3人の影。何このコミコミして暑苦しいな。眠たいね。いや、重たいよ。あ、重たいって言ったの。俺眠たい。本当だ、もう日差しが暑い。リーダーの渡辺さんは太陽が苦手です。だから今日はいつもよりか1時間早く出発しました。もう太陽登っちゃいました。でもまあ午前中は涼しいと思うからね、尾瀬ヶ原行っちゃえば。でも健三は90キロだから。いや、すごいよ。立て続けに90いってるもん。今年で終わりだから。なるほど。もうできる限りやっちゃう。健三、今年で引退宣言。お世話になりました。ありがとうございました。まだあと3ヶ月あります。今日で引退する。渡辺さん背負っています。渡辺さんが背負っています。期待して休んでる。休むのが早いんだよ。頑張れ渡辺さん。あー、危ない、危ない。ここさ、当たるよね。ここ当たります。いつも上行かないですもん、だって。渡辺さんちも手プラプラしてんだよね。ね。俺と五十嵐さんはがっつり手組んでるけど。よし。狭。健三もっと奥で行くかと思った。ズボンが脱げるのやばい。
面白いんだけど、なんか真心のこもった給料、給料もらいました。給料もらいました。あ、給料もらいました。しその香りがします。しその香ります。美味しそうですね。給料です。2人してマダムは山岳部だった。山岳部です。インターハイ。何ですかこれ。これはカルピスです。なんか色大事ですけど、色変だし、なんかブニョブニョしてるじゃないですか。ちょっといやらしいですけど。顔がいやらしいですよ。いやいや、そんなことはないですね。で、カルピスです。カルピス、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございます。見つけて、楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。キュウリごちそうさまでした。ごちそうさまでした。塩の入ったパイタンスープですか。鶏パイタン、鶏パイタンスープ。パイタンスープ僕の時やっぱ鶏パイタンスープそうですね。もうあのコラーゲンも入ってるし、ね、そうですよね。そうそうそう、塩分も取れる、やっぱ濃厚な。そう、濃厚な。だからそうやってね、腹が減ったらその中にラーメンラーメンブリブリに入れてズルズルズルって冷やしラーメンで。やっぱずっと僕がやってきた人は違うですね。持ってくるアイテムが。そうそうそう、任して今日はおしゃれですね。そうですか。どこのシャツですか。それはユニクロです。だと思いました。じゃあ これお疲れ様でした。今日もよくやったね。始まったばっかりだよ。まだここなんか。今日よくやったよ。序盤よ。やっぱ気持ちが違うね。やっぱずっとやってきた人は。俺もう終わっちゃったもん。気持ちが。うん、俺はもう初めから全然気持ち終わってる。終わってんね。もう朝が早い時点で無理。おはようございます。何？半分寝てるもん。嘘だ。本当。もう半分寝てる。なんかもう。さっきなんか渡辺さんがなんか食い物の匂いしねとか言って。食い物？つって。カレーの匂いがするつって。全然わからなかった。何その話、面白くな。笹の花が咲いたっすね。笹の花って咲いたら枯れちゃうんだよね、確か。その笹って、うん、わかんねトンボ、日本で一番小さいトンボです。今日は暑いです。
今日は暑いからリーダーが1時間早く出勤しようということで、普段よりも1時間早いんだけど、もう暑いです。なんで今日いろいろね、多分喋れないと思います。今日結構きついっすね。すいません。今日はマジで暑いです。もうね、今日は気持ちが切れたら終わる。なんで今日はもう多分そんなに喋れないと思います。おせこ骨がね増えてる。4つ、ここ5つ。なんか俺が僕が始めた当時とかはね、2つしかなかったんだけどね、年々増えてるね、おせこ骨。暑いっすね、早手にしても。あ、日陰だ、いいな、日陰。頑張ってください。暑い日はこっち側で休みます。こんにちは。右側で休むとサウナの中で休みますみたいな感じになっちゃうんで、暑い日は左側向いて休みます。肩きつ。灼熱、こっちガッツリ当たっちゃうサイド、めちゃ熱い。倒れちゃうこんなんね。日陰最高だな。日陰です。ほらこんな感じ。あっちの方には渡辺さん、灼熱の中頑張って歩いております。頑張れ渡辺さん。最近はこのなんか紫の花よく咲いてます。紫の花です。いや今日マジやばい。いや綺麗なんだけどね、尾瀬はめちゃめちゃ暑すぎる。今日はマジでやばいっす。跳馬までね、たどり着けないと。こうやってたまに木道で休みます。段差があれば休めるんですけど、
こういうとこは結構はしごの足気にしないといけないんで、ちょっと面倒ですけど、今日も肩が痛い。でもなんか冷食が多いから心なしか背中が涼しい気がするような、しないような。お、ちなみにマサトは前こっから荷物この落としたみたいです。片方座った時にはしごの足が外れてて、これ今これでもこんぐらいの幅、ちょっと横になっちゃった。こんなもん。あともうちょっと数センチずれるとボトンです。さあ、はあ、ちょっと日陰で一休み。やば、風全然ねえ。ケーズルさんだったっけな、ちょっと名前忘れちゃったな。俺もマサトも冬はスノーボードしてるんでね、あいつ飛びに行こうよとか、あの上から飛ぼうよなんて言ってました。ここまで来んのが冬は大変なんだな。さっきあのご夫婦、ここでこいつ撮ってたのに、俺がすいません座りますとか言ってどうかしちゃったすいませんね。おぜ楽しんでください、エンジョイ。いや、やっぱなんか昨日ね、いろいろまたやってて寝不足で、この暑さでで早出だったからね、睡眠時間もあんまり取れなくて、まあそれが一番の原因だよね。このきついっていう原因は自分で作ってる。だからしょうがないから、もう受け入れるしかない。だから気持ちが折れたらもう今日ぶっ倒れるから、絶対気持ちを強く持って運びます。やっぱちょっとまだね、眠たさもあって、なんだろう、気持ち悪さもあってっていうね、一番良くないパターンだから、これは本当に今日みたいな日がまたねあるかと思うので、熱中症対策、脱水症状対策、今日は結構ねみんなあの小型の扇風機を持って歩いてる人が結構多いなって思って、俺も欲しいこれは考えないと、まあとりあえず睡眠時間しっかりね、睡眠とって食事もとってっていうことをね、しっかりとやらなければいけないと。知ってるのにそんな失敗をして、プロとして失格です。でもやっぱそのな、一番大勢やってて辛かった時は38度熱があった時にやったんだけど、まあそれが一番辛かったね。だからそのことを思い出しながら今自分に言い聞かせながらやっています。風ちょっと吹いてるよ、風ありがたいね。これ前回俺が荷物バラバラ事件で鬼ゼンマイですとか言ってたとこです。もう女ジャングル、ジャングル、あれから1週間ぐらいしか経ってないのにな、ジャングルだよもう。山鳥ゼンマイパーティー、これ
すんごいこれ、ふわふわで。ふわふわ。早いなぁ。元気出た。まあこんなことやってるけどね、肩めちゃめちゃきついです。取れそう、もう落ちちゃうかも、そこら辺にボドって。後半はもう肩大変。木道を直してます。荷物だいぶ斜めってました。よかった、崩れなくて。どんなにね道が悪くても下を向いてても上を向いてても前にね、一歩一歩進めばね、ゴールは必ず見えてくる。車1台しかないはず。早くね。ああ、俺はもう今日はダメな日って。そんな暑くて、渡辺さん、ダメ、リュウグウで待っててください。リュウグウで待っててください。じゃないと足折りますよ。渡辺さんもう帰っちゃった。まあ、荷物の重さ、あの人は軽いからな。着きました。お疲れ様です。